来年4月、年金の受け取り制度が大きく変わるのをご存知ですか？そうなんですか？あ、それはご存知？あ、知らないです。ごめんなさい、ちょっと知識不足で、勉強不足ですね。パーセントが変わる、年齢が変わる。新制度を知らないともったいないですよ。年金は何歳からもらうのがお得なのか、繰り上げ繰り下げの新制度を分かりやすく解説します。現在年金は満額で受給できる65歳を起点に繰り上げ繰り下げの選択ができます。前倒しで受給する繰り上げは60歳から選択できて1ヶ月ごとに 0.5% 減額されます。一方、後ろ倒しで受給する繰り下げは上限が70歳で1ヶ月ごとに 0.7% 増額されます。繰り上げ、満額、繰り下げ、町の皆さんはどのタイミングで受給する予定なのでしょうか？一番多かったのは65歳から受給する満額派。ちょっと満額欲しいじゃん。70歳からもらったらたくさんもらえるとかあるけど、生きてるか分かんないじゃん。死んじゃってるかもしれないじゃん。可能性は全然ある、うん、で70まで退職を引き延ばすっていう話も出てますけど、ちょっと今でも大変なのに、ちょっと70まで仕事をするのかってなるとちょっと厳しいものがあるので、はい。まあ、お金に余裕のある人は、まあね、増えるので65までもらわずに70からでもいいと思うんだけど、もうすぐ生活に直結してるような私たちとしては65からをもらいたいなと思って、もう今すぐにでも。もう働きたくないかな。2番目に多かった繰り下げ派は、まだ現役で働いてるので、多分この年金をもらう支給開始の65歳の時点でまだ仕事やってるんですね。まあ、70までいったらね、金額的には多くなりますけれども、68ぐらいかなと思う、はい、死ぬまで働いてピンピンコロリになるように過ごしたいから。こちらの57歳の女性は親戚から年金について相談を受け、私も相談されたけど早い方がいいんじゃないのって、私も若かったからあんまり手元にあった方がいろいろ楽しめるんじゃないの、先のこと分かんないしとか言って。当初は繰り上げ派でしたが、その後の親戚の姿を見て、その後長生きしたから あの時に先に伸ばせばよかったねっていう話は出ましたね。繰り上げ受給を選択した親戚が年金生活のやりくりに苦労しているのを見て繰り下げ派に変わったといいます。一方、繰り上げ派の人からはこんな意見も。コロナによってまたこう未来の不安が増長されますよ。何が起こるかわからないっていう、60歳からもらえるのに59歳で亡くなったんですよ、私のおじが。そのを見ちゃっていて、いつ受給できなくなるかわからない不安から早めの受給を希望しているといいます。数万円になっちゃうでしょうね、きっと。預金プラス年金以外はもう考えられない。今回39人に調査をしたところ、満額が19人、繰り下げが17人、繰り上げが3人という結果になりました。そして来年4月1日以降に60歳になる人が対象の新しい年金制度では、繰り下げも繰り上げも大きく変わります。知らないともったいない2つの変更点をファイナンシャルプランナーの国松紀子さんに聞きました。繰り下げの方はですね、ライフスタイルの変化で70歳ではなくて75歳まで選択できるようになりました。一つ目の大きな改正点は繰り下げ制度の後ろ倒し。開始可能な年齢が70歳から75歳になります。65歳
満額での受給が年間100万円と想定した国松さんのシミュレーションによると、新しい制度で仮に本当に目いっぱい75歳まで繰り下げたとすると、100万円のものが184万円にもなるんですけれども、今度こちらはですね、そこからまあ約12年いただかないと、まあ65歳よりも受け取る総額が少なくなると。65歳の満額受給が年間100万円とした場合、繰り下げ上限の75歳からの受給にすると年間184万円もらえます。すると12年後の87歳で総支給額が満額の人を追い越すことに。より長く健康が維持できれば満額より多くもらえることになるのです。この変更について街の人は、あまりまだ変わらないかな、気持ちは、働けなくなったタイミングからはもらいたいかな。いや、なんかそんなに働けないですよね。そしてもう一つの大きな改正点は、繰り上げ制度の減額率です。1ヶ月ごとに 0.5% ずつ減額されていたのが 0.4% に縮小されます。 0.1% の違いによって総支給額にどんな影響があるのでしょうか。繰り上げの場合なんですけれども、仮にですね、60歳から受け取った場合は、81歳以上長生きした場合は繰り上げしない方が良かったねっていう話になります。国松さんのシミュレーションによると、65歳の満額受給が年間100万円とした場合、繰り上げで60歳から受給すると年間76万円となります。すると81歳で総支給額が満額の人に追い越されることになります。選択の幅が広がる新しい年金受給制度、あなたはどうしますか？Jちゃん。10月から新たに生まれ変わるスーパー J チャンネル。私たちがお伝えします。